まあ、狙うポジションなんですけど、まあ、大胸筋の中部の上部みたいな感じですね。なのでシート若干上目ですね。でこの、まあ、肘が下がる方向に筋肉の線が伸びるんで、まあ、ちょっと上部のラインですね。このラインですか。そうですね、はい、を狙うように。でストレッチかけてしっかり内側まで絞り込んで収縮をかける。最後ここで収縮で、はい、すごいことになってますすんごいことになってます、ね、やっぱ胸のが得意な人ってこんな感じですよね。とんでもない盛り上がり。いや、試してください。絞り込むときはやっぱり肩甲骨はあんまり、普段皆さん結構胸だと寄せるっていう感じですけど、寄せちゃってるとやっぱり絞りきれない。そうですね、まあ、はい、あんまりこうガチガチに固めない感じですか、ね、そうですね。こっちの絞るの意識を重視して、まあ、前にね、はい、はい、顎は引いた状態で、ストレッチも、見た感じはそんなに大きいストレッチじゃないですよ ね、 そうですね。重さがちゃんと乗っかってる範囲内でストレッチさせてる、はい、どっちかというとそこから抜かずに収縮に向かっての意識がいいですね、はい、はい、ここでキュッて入れる感じ、はい、これあんまりグイッて伸ばしちゃうと、はい、どうしても肩関節に負担がかかってしまって、はい、大胸筋が抜けてしまうので、はいはいはい、胸の筋肉で重さが受けれる範囲で伸ばしておいて押し込むだけです。押し込むとき何か意識ありますか。顎を引いて、イメージ的に顎を引いてこの上腕で胸を、はい、挟み込むみたいな、はい、感じですね、はい、そうするとこの内側までしっかり刺激が入る、はいはいはい、三頭筋にこうできるだけこう、はい、入れないような何かコツとかありますか。肘はこのグリップの下がる方向に向かって下げていく、はい、例えばこれ脇閉じすぎちゃうとどうしても三頭筋にストレッチかかって、あとこの手首が入りすぎてしまうと三頭筋で押しちゃうので、はいはい、まあこのグリップが、はい、まあ、これがグリップだとしたら指の手の溝に入る逆ハの字で構えてあげて手首が折れないように。こうして肘が下がると三頭筋で、はい、そうですね、はい、極端に、はい、でとにかく胸に重さが乗っかった状態をまずはストレッチで作っておいて、その状態から押し込むですね。でちょっと顎を引いてグリップはどうですか。こう今親指外してる感じですけど。あ、そうですね、はい、いつもこのサムアラウンド、はい、なんていうんですかね、で握ってますね、はい、でこのグリップも握りすぎない、はい、もうバーを添えてるだけみたいな感覚ですね、はい、これ握っちゃうとどうしても肩で先行して押してしまうんで、はい、もう体幹を使いたいんで支えてるだけみたいな感じで、はいはいはい、でそのやっぱ交感神経高ぶっておりゃーってなっちゃうとどうしても握ってこう全開動してしまうんですよね。でだからそこのなんですかね、なんかその精神の、なるほどね、はい、落ち着いてやると大事です初めてですねこういうのね、落ち着いてやるっていうのはおりゃーっていかないですよ、ね、はい、きつい時も冷静に落ち着いて、はい、はい、はい、しっかり負荷を持ったままの反復冷静に抜かないように、はい、がむしゃらにいかないように、はい、やっぱストレッチって重くてもかけれるんですよね、はい、でもどれだけ絞り上げるかっていうところなん で、 で絞った時にこの負荷を何パーセント乗せれるかみたいな、な感じですね、はい、まあ、収縮メインのマシンですね。マシンですね、はい、ありがとうございます、はい。